オロチマルの画策により引き起こされたこの輪崩し、その被害は甚大だった。 動乱から立ち直るため、この赤暮れの里は新しい指導者を必要としていた。その白羽の矢が立ったのはオロチマル同様に伝説の三人と称されるガマ仙人ジライヤであった。火影就任の要請を受けたジライヤであったが、 他の敵に者を探し出すと言って旅立つ。その傍らにはナルトの姿があった。一方その頃、この赤暮れの里に思いがけない訪問者があった。この赤暮れの里の抜け人にして暁と名乗る組織の一員、ウチハイタチ。 イタチはサスケの兄であり、また憎き仇でもあった。5年前、イタチはこの赤暮れの里の名門と謳われたウチハ一族を一夜にして滅ぼしたのだ。サスケだけを残して。彼の来訪を知ったサスケはすぐにその後を追い、 イタチ、あんただけは絶対に許さない。久しぶりだな、サスケ。ジライタチ、あんただけは絶対に許さない。あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。 うちは、イタチ、あんたを消す。 やはりお前は弱いな。 サスケはイタチを倒そうとするが、実力差はいかんとも仕方く、イタチの現実、月読みを受けてしまう。お前には憎しみが足りない。そう言い残すと、 イタチはタスケに駆けつけたジライヤを持ってダマに取り、その場から逃げ去るのだった。
修行を行いながらもナルトとジライアの人探しの旅は続く。ジライアが次のホカゲと目したのは伝説の三人の一人で超一流の医療忍者でもある綱手だった。だが時を同じくしてオロチマルとその腹心薬師カブトも封印されたオロチマルの腕を治療させるため彼女に接触していた。かつて綱手が愛した故人を蘇らせるという還元を伴って、しかし交渉は決裂し綱手は兜によって手傷を負わされる。そこへナルトとジライアたちが割って入る。ナルトはジライアとの修行で得た新しい忍術螺旋丸を駆使して兜に立ち向かうのだった。これ以上好きにはさせねえ。君ごときが僕の相手をするのかい？出しゃばるなら容赦はしないよ。ナルト君、君はいつもおかげになるってはしゃいでる。今も同じようにはしゃげるか。楽器は全て簡単だ。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。だから諦め、絶対負けねえ。君を見ているとイライラする。そろそろ黙ってもらおう。甘いよ。怖いか、この僕。ここから逃げ出したい。どんなに生きがったところで君はただの可愛い下人なんだ。ツーマーキーナルト、2000年弾腕になるまで、俺は絶対死なねえ。ナマキー影分身の術。ガキはガキらしく、さっさと消えろ。もういい、もうやめろ。私のことは置いて逃げろ。大丈夫だってばよ。俺はホカゲになるまで絶対死なねえからよ。その姿に心を動かされた綱手は再び戦うことを決意する。伝説の三人揃い踏みの激闘は深手を負ったオロチマルたちの撤退という形で幕を閉じるのだ。
5代目ホカゲに就任した綱手のもと再出発したコノア隠れの里であったが、早くも問題が出退した。オロチマルの配下であるオトニンたちの誘いに乗り、サスケがコノア隠れの里を抜けたのだ。かつて中忍試験で競い合った者たちと一緒にナルトはサスケ奪回の任務に就く。一人また一人と仲間たちが脱落していく過酷な任務の末、ついにナルトは最後のオトニンに追いつく。キミマロはオロチマルに受印を与えられ、新しい器の候補とされていたが、不治の病にかかりその資格を失っていた。しかしオロチマルを崇拝する心は誰よりも熱く、サスケを手に入れるため命を捨てて戦いに参加したのだ。サスケは絶対渡さねえ。すぐに始末してやる。オロチマルは一体何がしてんだ。オロチマル様は不死の術を手にしている。だがその肉体がそのまま保ち続けるわけではない。体が朽ちる前に強く新しい肉体を魂の器にする。それがサスケだってのか。ああそうだ。そんなこと俺がさせるか。行くぞ。ウチハサスケの元へは行かせない。彼はオロチマル様の器となるもの。俺の邪魔をするんじゃねえ。その時オトニンが運んでいた棺桶が爆発し、中から異様な姿のサスケが現れる。戸惑いながらもサスケの無事を喜ぶナルト。だがサスケはナルトの呼びかけに応えることもなく走り去ってしまう。圧倒的な力にナルトは押されるが、救援に駆けつけたロックリーに辛くも救われる。ゲジマユ、なんでお前が。そんなことよりナルト君はサスケ君を。この人は僕が倒します。約束です。さあ何してるんです。早く言ってください。おい、あとは頼んだぜ。ナルトはリーに戦いを託すとサスケを追うのだった。
終末の谷。かつて木の葉隠れの里を創立した二人の忍びが争い合った場所である。この地でナルトとサスケは向かい合った。ナルトは仲間であると同時にライバルのサスケを救うため出奔をやめさせようとする。サスケはイタチを倒す強さを得るため器として利用されることを承知の上でオロチマルの元に赴こうとしていた。仲間を助けに来たナルト、仲間を切り捨てるサスケ、相反する二人は互いの思いの正しさをかけ終末の谷で雌雄を決しようとしていた。なんでだよサスケ、なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。たとえ誰であろうと指図される義理はね。オロチマルはお前の体を入れ物として欲しがってる。戻ってこれねえかもしんねえ。よよ、そんなところにミスミスお前を行かせられっか。俺の目的が達成できればそれでいい。行きやしねえってばよ。お前は力ずくでも連れ戻す。もう俺ってばお前にとって仲間でも何でもねえのかよ。俺たちは口にこそ出さなくても友達だって思ってたのによ。だけどそう思っていたのは俺の方だけかもしんねえけど、それでもなんでかわからねえけど俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。俺の邪魔をするのか。だが仕方ねえ。こっちへ。なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。友を止めるため九尾のチャクラを放つナルト。呪因を解き放ち状態2へと覚醒したサスケ。そろそろ死骸にしようぜ。これまでの戦いをナルト、サスケ、本心の力を込めた螺旋丸と千鳥がぶつかり合い、二人の死闘はついに決着の時を迎えた。ナルトの思いはサスケには届かなかった。ナルトは意識を失いサスケの前で倒れ伏した。だがサスケはナルトの命を奪わずにその場を去った。イタチとは異なる、イタチを上回る力を求めて。サスケを取り戻す任務は苦い失敗に終わった。これより先
ナルトとサスケ、たもとを分かった二人の戦いは川のように止まることなく流れ続いていく。